はいどうもこうでございます。さあナイトガンダム物語やっていきたいと思います。前回はね、サイコゴーレムか、を倒してね、その後エンディングかと思いきやまだあるという形になっておりまして、まあ、どう進めばいいのかわからない状態だったんですけども、まあね、さすがにちょっと調べちゃいましたね。そしたらですね、宿屋にいる女の子に話しかけるというのをね、なので、それで、少し南に行ったところにある島の小さな湖を調べてごらんよということで、これで進めるようになるということだったので行ってみたいと思います。それ以降はね、どうなるかは、調べておりません。とりあえずここの宿屋の女の子に話しかければいいというのだけを、聞きましたね。とりあえず戦いは逃げます。遮られた。倒せるから倒しちゃおうかな。さあ、あの巨人を倒したらエンディングだとね、てっきり思ってたんですけどね、違ったんですね。まだあったんでね、まあ、左にね、なんか真の勇者であればとかなんだかっていうのがあったんでね、まだあるんだとは思います。南の湖ってどこだろうか。お、違うな。さあ場所が分かりませんよ。じゃあちょっと倍速でね探していきましょうか。南ね、南さってこれしかなくない？あれかな。ペガサスの羽を使えばいいのかな。南の湖、これかな。これだな。これかな。わ、なんだ、体が吸い込まれるぞ。この家、左の家行ったかな。なんだ、あなたが正しい方法で来たならば、そこにはムーンムーンがあるはずじゃ。ということ、おじいちゃん。よくわかんないけど、正しい方法なのかどうかわかりませんけども。なんだろう、ここ。あ、町があるね。あ、戦わないよ。さて、これがムーンムーンっていう場所なのかな。幻の村ムーンムーンと書いてある。あ、ここなのか。街かと思いきや部屋一つ、家一つしかねえな。広いな。お、なんだこれは。よく来ました、ナイトガンダムよ。私は残りの石板を真の勇者が現れるまで守っていました。さあこの石板を装備しなさい。そしてジオンの、影の支配者ジークジオンを倒すのです。石板がくっつく。そうか、石板の欠片持ってるもんね。残りの石板でっかいな。おい、お、ナイトガンダムだよね。目赤くなったぜ。え、後ろ向きだけど。この子、さあ行きなさい。戻ればいいのかな。これで強さがどうなったんだ。元の強さ見てなかったけども、まあ、結構強くなってんじゃないかなという感じはしますけども、これはターンで戻るのかな。あ、戻れる。ここだったかな。さあ、じゃあこれで石板が集まって真の勇者みたいな感じになったから、ここに行けばいいのかな。石板をゲットしたぞ。ラクロを救えるのはあなたたちだけです。お、行けるようになった。お、なんだ、勝手に移動行って。いよいよ最後の戦いじゃ。ジークジオンというのはおそらくこの町の西にある洞窟の中にいるじゃろう。この家の下に、秘密の地下道があるんじゃ。ここから行くがよい。さあ行け。ラクロアの未来はお主たちにかかっておる。落とされたー。あ、なんだ、隠り込む。またこれか。これが最後のチャンスだ。俺のことを覚えたか。いや、はい。そうか、その一言で俺はもう十分だ。どういうことよ、この人。で、また長い洞窟なのかな。お、敵は出ないのかな。
これはどっち行けばいいのかな。とりあえず下進んでみようかな。あ、出れんのかい。びっくりした今、行き止まりかと思った。これがジークジオンの城。またここめんどくさそうなマップだな。なんだろう、敵は出ないのかな。全然いないけど、とりあえず上に登っていけばいいのかな。敵出ないね。そう思わせて出るんだろうね。でも出ないな、珍しい。これはジークジオンまで一直線ってことかな。道のり適当に来てるけども、とりあえず上を目指すよ俺は。なんかいいアイテムが落ちてたりとかするのかな。この真ん中気になる。やっぱ敵は出ないのかな。こういうダンジョンもありですな。なんか怪しいねここね。お4人現れたぞ。サタンガンダム、ここまでだ。マッドゴーレム、ここで死ぬのだ。サイコゴーレム、もう全員出てきてんのか。で、マクベかな。このくたばり損ない目。お、お前たち、水臭いじゃないか。俺たちは仲間じゃなかったのか。あ、そうか、セイラさんとネモとスレッカーとジムスナイパー。さあ、ザコは俺たちに任せてジークジオンを倒すんだ。行け。よし。いや、この4人じゃねえ。多分倒せないと思う。あ、ジークジオンのマークかな。よくここまで来たと褒めてやろう。その褒美として素晴らしいプレゼントをやろう。受け取るがいい。なんだこりゃ。お、ブロックドラゴン。ジークジオン様に蘇らせていただいたのだ。前の私とはパワーが違うぞ。やってやるさ。さて、倒せんのかな。レベルはちょっと上げてありますけども。音楽かっこいいな。どうしよう。ハニカム、タンク倒されてるよ、めっちゃ。うわやべやべ。あ、そうでもないな。あ、2回攻撃してくんの。通常攻撃は弱いな。その辺は助かるな。パワー違うけど通常攻撃1しか食らわなかったけど、パワー変わってなくない。マディアムって何なんだろう。確かタンクも覚えてるよね。弱い、超弱い。さあ今度はお前の番だぜ。なんてやつだ。少し貴様の力を見くびっていたようだ。今回は私の負けだ。だが次は必ず貴様を倒してラクロを私のものにしてみせる。さらばだ。え、こいつと戦わないの。ジークジオンには逃げられてしまったが、とりあえずはラクロアに平和が戻るだろう。さあ、ロクロア城に戻ろう。下まだ戦ってる。下まだ戦ってた。いつの間にか終わってる。ナイトガンダム万歳。よくやったぞ。ラクロア救われた。お前はやはりすごいよ。あなたの役に立てて私はとても嬉しいよ。私は兄を探す旅を続けようと思います。俺が惚れただけあるぜ。やったね、やったあるね。用があったら俺を呼びな。どこへでも駆けつけるぜ。僕も旅に出ようと思う。もっと強くならなくちゃね。ありがとうございます。ラクロを救ったあなたのことは決して忘れることはないでしょう。必ずこのラクロ城に戻ってきてくださいね。よくやった勇者よ。本当ならこの城に残ってラクロを収めてほしいところだが、どうしても旅に出たいと思うさ。はい、ジークジオンはまだ生きています。奴が生きている限り私の旅も終わらないので。わかった、ついてくるがいい。これエンディング？上り階段スルーしたぜ。なんだ、隠し階段。この階段を使うがいい。そなたは新たな大地へと、導いてくれるじゃろう。ラクロワに何かが起きたら必ず戻ってきます。では行ってきます。どこに行くの。こっから出ればどこに行くの。新たな大地ってどこ。長いね、長いね。おお、あったね。そういえばレベルから聞いておる。さあ行け勇者よ、旅は始まったばっかり。じゃあ
わ、終わりましたか。エンディングですね。初めて見る。初めて見ますね。なんか、これで続編に続くみたいな感じの終わり方なのかな。ね、3まであるんでね。さあ、今回ね、初めてエンディングを見ることができましたよ。まあ、最後ね、わからないので、次どうしたらいいのかちょっと調べてしまったのもあるんですけども、それまではね、初見プレイで何とかね、頑張っていきましたけれども。とりあえずなんとか、初めてのエンディングを見ることができました。前にね、ほんと小さい時にやった時は、途中でね、断念してしまったわけなんですけれども、今回のこのプレイで、全クリ、エンディングを見ることができましたね。この人たちなんだ？カモンさん、あ、そうそうだね。予言者ね。そう、この紙飛行機確か手に入れてるはずなんだよね。どこで手に入れたかわかんないんだよね。これで確かマップをなんかこう、ブーって見れる、飛んでいく限り入れたはずなんですけどね。どこで手に入れたかは覚えていない。黒い三連星。お、シャアじゃないかな。セイラさんのね、お兄さんだとは分かんなかったですね。ダラ。ダラってはあるものなのかな。ガンダムを見たことがないので分かんないですけども。なんかね、アムロがララーとかって言ってるのをなんか、ね、懐かしのアニメとかでテレビでやってるのを見たことあるんですけど、このゲームだからこそなんですかね。お、ジムヘンソンさん、サイコゴーレム、マッドゴーレム、ドラゴンベイビーはどうなったんだろうか。全員終わりかな。ああ、3つの神器を装備したナイトガンダムと。あ、結構長いねこれね。エンドがね、スタッフ、こっからスタッフが始まるのね。あ、まあ、今回ね、初というわけではないんですけどね、まあ、RPG、まあ、こうやってね、ロールプレイングですか、まあ、ドラゴンボール Z RPG をやったんですけど、まあ、あれはまた違ったね、RPG ですから、まあ、カードゲームというかね、だったんでね、まあ、こうちゃんとした RPG ゲームをね、プレイしたのは初めてなんですけども、いや難しいですね実況。早いねスタッフのエンドロール。まあ、こんな感じでね、 RPG 難しいですね実況するのは。あ、ジークジオン、あ、結局こいつと戦ってないんだけどね、どうなんでしょうか。あ、これで終わりかな。あとは何も動かないぞ。戻んないんだね。さあ、まあ今回初めての RPG 実況プレイをやりましたけれども、なかなか、実況するのは難しいですね。ダンジョン攻略してれば。やっぱね、普通のアクションゲームとかだったらね、まあその時のリアクションとかね、を喋ればいいんですけども、RPG はいかんせんね、ダンジョンを攻略するためのあれなんでね、やはり、まあなかなか難しかったんですけど、実況するのはね。まあとりあえずはね、一段落ということで、まあ、今後もね、RPG やるか分かりませんけれども、もしまたやる期間があれば頑張ってね、実況していきたいかなと思います。まあ喋りが下手なんでね。まあ、とりあえず、これでね、ナイトガンダム物語、初見プレイですね、後半はね、初めてのエンディングを見ることができました。はい、というわけでね、これでナイトガンダム物語終わりにしたいと思います。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。こうでした。それではまた。